どうもこっちゃです。今日は60センチ水槽がジャングルなのでなんとかしたいなと思ってます。はい、じゃあなんとかしていきましょう。これよいしょ、これ自分映るよね。ちょっと映っちゃうな。とりあえず髪の毛結びます。毛が入っちゃうね。よし、じゃあいきますか。いきますよ。まずメダカちゃんの卵、これね、ちょっとメチレンブルー濃すぎなんですけど、まずこれを安全な場所に、ここら辺に、ここら辺に置いとこう。さあどうしようかな。今日は思い切っちゃいます。もうね、ハイグロフィラがすごいの、なんのハイグロフィラだらけ。とりあえずハイグロフィラを適当に切ります。適当に切る。もう伸びすぎやもん。普通のハサミで切っちゃってるけどいいのかね。なんかね、トリミング系のハサミって無駄に長いじゃないですか。あれ切りにくくないですか、長いの。私ダメです。ハサミは短い方がいいな。上の方を もうすごいことになってる。アナカリス投げ、めっちゃ長いアナカリス。いった、これもアナカリス。大変なことになってるんだけど、もうずっとトリミングしてませんでした。てか今年初めてのトリミングかな。25キューブ立ち上げちゃったりとか、なんかエビ水槽になっちゃったりとか、なんかとにかく途中でいろいろあった。水槽代も買っちゃったりとか、ビーちゃんをいただいたりとか。もうハイグロフィラさ、全部取っちゃう勢いです。とりあえず全部取っちゃいます。ハイグロフィラバッチッチーなんで。メダカちゃんたちごめんよ、こっち側にいてね。ちょっとでかくなりすぎやん。で、見えるかな、ここにモスがいっぱいあるんですけど、この前紹介したセリアのやつの、この浮くやつ、モスハンガー、こんなに大きくなりました。なんかマリモみたいになっちゃってる。とりあえずこれもいったん、いやこれすごい大量です。ちょっと待ってね、水切るから。シャッシャッシャッ、今ラーメンみたいに切ってるから、シャッシャッシャッ、ピッと、こんななってます。モスハンガー、エビついてないか心配だな。まあとりあえずモスの調子は抜群です。この水槽もうだいぶハゲてきましたね。こっち側だいぶ、そして濁ってる。とりあえずアナカリスも引っ込みます。よいしょ。モスがすごいわ。このモスが、じゃあごめんよ、エビちゃんたち。モスがすげー。ナナ様生きてる？あ、ナナ様生きてます。これね、ナナ様、これナナプチですね。全然大きくなりません。苔がすごい。もう若干大きくなったかな。これ頭が、葉っぱが3つピョンピョンピョンって出た気がする。とりあえずモスが大変。モスに侵されてる。
黒ひげ取れないかな。とりあえずこれも、これはいいか、これは置いとこうか。これ失礼。まあエビちゃんがいっぱい。外掛けフィルターのスポンジにゴミがすげーついてる。スポンジフィルター浮いちゃってるっていう。ついたついた。でここにある、ここにあるバリスもう抜きます。ふう、さてと次は、あれフィルターのチューブが抜けちゃった。うん、しょうがないな。そう、スポンジフィルターの吸盤が硬い。しっかりしている方がいいんですけどね、取れちゃうよりは。取れちゃった。右腕疲れてきちゃって、ずっと飽きてるから。ここのモスな、すごいな、これすげえエビがいっぱいいる。ごめんごめん、これね、うまく育たないから撤去します。モスドームのはずだったんだけど、あれ、またエアチューブ抜けちゃった。なんなん君は、君勝手に、勝手に抜けないで。勝手に抜けるの禁止だよ。許可なく抜けちゃダメだよ。また外さなきゃ。エアチューブをもう一回つけるぞ。なんで抜けちゃうんだね、チミは。これは撤去です。エビちゃん、エビちゃん出てってね。みーちゃん、みーちゃんもういないかな。あー、みーちゃん入ってんな、この中に。みーちゃん出てってください。このモスドームパート2もやめます、引退です。すごいけどゴミもすごいな。網網、でっけえ網。エビちゃんが入らないように気をつけなきゃ。もう入ってた。早いな。お前ら早いぞ。エビちゃんは入っちゃダメよ。入っちゃダメですよ。メダカもダメですよ。とりあえずゴミ取ってと。こんなで右側を全部引っこ抜きました。最近引っこ抜くこと多いな。うちの水槽をね、かっちょよくしたいんですよ。かっちょよく。どうしません。とりあえずさ、ここがね、チドメがやばいから、チドメをもうちょっとおとなしくさせようかな。チドメグッバイ。もうすぐビオトープの季節なんで、そっちに入れようかな。まだちょっと早いけど、まだ寒いですね。春一番吹いたらしいですけど、風がすごい。そういえば話変わりますけど、バイオハザード終わったら次何のゲームしようかな。せっかくプレステ4買ったんで、元取りたいって言って変ですけど、楽しみたいんで、なんかおすすめのゲームありますかね。とりあえず FPS はバイオ見ていただけた通りなんですけど、下手
究極に下手なんで、バトルフィールドとかそこら辺はねちょっとダメかな。同じチームになった人に申し訳なくなっちゃう。あのボーリング私すごい下手なクソなんですけど、ボーリングとかやるとね、すいません私と同じになった人ごめんなさいっていう気持ちでいっぱいになっちゃうごめんよ。私が入ったチームだとね、相手がねじゃあハンデつけよっかってなって無駄に気遣いさせてしまうんでね、ちょっとねあんまりやりたくないですボーリング。とにかくスポーツ系はほんとダメなんで、スポーツ全般はダメ。何ができるんだろう、この水槽とか漏れちゃんと遊んだりとか、 RO でまったりとか、まったりですね基本。ミニバリストリタ、ほらミントピント来いよ、ピント来た。ミニバリスどう、可愛くない、ちゃんと根っこもついてるし、これ取っとこう。ピント、メダカちゃんたちこっち来ましたね、みんな紅茶ハンドに驚いてる。ごめんよみんな、もう赤い水草が最近好きでしょうがない。ヤロタラを引っこ抜くぜ、あれ石がある、引っこ抜く。うーん、結構根付いてる。ブチブチブチ。あー、ここにモスがいっぱいある。わお。すごいな。またすごいわこのモス、立派です。とりあえず引っこ抜き大会はここまでかな。ごめんね、みなかちゃんたち。エビは大丈夫だからいいや。よいしょ、とりあえずこれ捨てよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。